おはようございます。社民党の中川博一と申します。新年明けまして、最初の平田交差点での街角トークでございます。おはようございます。今朝も気温はそれほど下がっておりませんが、北陸東北地方に爆弾低気圧が通過をしているということで、県北部を中心に大雪の予報も出されております。寒い朝を迎えております。風邪などひかないようにぜひお気をつけいただければというふうに思います。おはようございます。いってらっしゃい。おはようございます。さて、年も明けますと働く皆さんにとって、これからの労働条件あるいは賃金などを決めるいわゆる春闘が本格化いたします。昨日も県の労働団体などが集まりまして、旗開きが行われた際にも連合の中山会長から賃上げの環境は整った、あとは戦うことだという趣旨のお話がありました。あまりにも働く皆さんのへの負担をかけすぎた、あるいは少子高齢社会の中でこれから長く続く労働力不足、さらには GDP の6割を占める消費というものの上向きになっていかない状況、こうした今のデフレ経済下の中でこれを反転させるためには、働く皆さんの賃金の底上げ以外にはないわけであります。アベノミクスなどと言ってきましたけれども、これは結果として破綻をしている、何の経済に対する効果影響もなかったばかりではなく、国の借金を1000兆円を超えるような結果をもたらしただけだったわけであります。働く皆さんの賃金の引き上げが必要だということを総理大臣が言うから賃金が引き上げられるわけではありません。昨年の春闘においても、中小企業で働く労働者の皆さんは一生懸命頑張って戦って、そして大企業を上回る率での賃上げを勝ち取った、そういう労働組合もあったわけであります。それは中小企業が大企業の皆さんの下請け構造の中で、部品、例えばの部品 の納品単価を切り下げられすぎる、そういったことに対する公正取引ということも訴えてきました。そうした中で中小で働く皆さんの賃金の引き上げということを具体的に勝ち取ってきたのは、何よりも働く皆さんの力の結果であって、一部の大企業の皆さんだけではなく、これが今年の春闘では非正
労働者まで広く賃金の底上げができるような、そういう春闘の取り組みにしていかなければならないというふうに思います。今パートアルバイト契約派遣といった極めて不安定な働き方をしている労働者が全体の 37%、 2000万人を超え、平均的な収入が176万円。一体これでどうやって結婚をして子供を作るのか。少子高齢社会で子育て支援というような対応策ばかりやったところで、根本的な食っていける生活をしていける、そういう仕事を増やしていかなければ、この少子高齢社会というものを大きく転換していくことはできないことは、火を見るより明らかなわけであります。加えて今後増え続けると言われている社会保障財源についても、正規労働者、まっとうな働き方をしてまっとうな給料をもらう皆さんが増えていかなければ、年金や健康保険といった社会保障財源も細っていく、もっと言えばこの国の税財源も細り続けていくわけであります。一体このお金がどこに行っているのかといえば、そのほとんどが大企業の内部留保金、今や406兆円にまで膨れ上がっている。国の予算の4年分の内部留保を大企業が抱え込んでいる。そして政府が売り出す国債を買って、そしてそのお金で政府が中小企業などの支援を行う、こういった今経済の歪んだ形での進め方が行われています。そうではなくて、働いている皆さんに直接的に給料の賃金の引き上げが行われるような、そういった働く皆さんの取り組みと合わせて、政治のやる仕事としても、例えば同じ職場で同じ仕事をしているならば、同じ賃金労働条件にする、最低賃金を少なくとも地方で1000円以上に、都市部でも1500円以上に引き上げていく、仮に1000円だとしても年間2000時間働いても200万円ということでありますから、少なくとも1500円を以上を目指すような最低賃金の引き上げが必要です。しかし一方で中小零細企業からすれば、賃金を引き上げるだけの体力がまだ相当ないぞと、そういった場合にはまさに内部留保でお金を貯め込んでいる大企業に対する課税を強化をして、そして中小企業、零細企業の賃金の引き上げを支援する、そういった政治的な仕組みということも、支援の仕組みということも、この春闘の中で私たちは要求をしていきたいというふうに思います。安倍政権の下で憲法が変えられようとしていますが、何よりも憲法を守らなければならないのは権力を持つ安倍総理大臣自身であります。しかし権力を持つ安倍総理大臣に憲法を守らせる力は、これは私たち国民の声であり国民の力です。それは
今お話を申し上げましたように、憲法は一人一人の国民の健康で安心して暮らしていくことのできる社会、これを政治はしっかりやりなさいということを権力を持つ者に命令をしているわけですから、私たち自身が健康で安心して働き続けられる、健康で安心して暮らしていくことのできる社会を作るために、例えば今申し上げましたような春闘での戦いや、あるいは政治に対しての要求や、こうしたことを通じて実は憲法というものが守られていくのだというふうに思います。黙っていては世の中は一つも変わっていきません。私は昨年衆議院選挙を戦い、4万1000人を超える皆さんからご支援をいただきましたけれども、そうした支援に応えるためにも引き続き働く皆さん、国民、市民の皆さんの声を政治に届けるために、改めて戦いの場を県政に向けて頑張ってまいりたいというふうに思います。中川博司でございますが、本日は平田交差点でお話をさせていただきました。今日もまた寒い一日になりそうでございます。ぜひ一日気をつけてお暮らしをいただければというふうに思います。ご清聴いただきありがとうございました。